トムロフトのレースバと飼育日誌ハタと一緒に遊びましょうおはようございます3月23日水曜日の朝です今日の空の様子です東の空から宝球地三沢に向かう北の方へカメラを向けてます今日の天気は太陽はぼんやり見えるんですけども薄雲に覆われた朝になってます 今日は冷え込みまして昨日降った雨が氷になってガチンガチンに凍ってます今日は朝からそわそわ600キロ蓄園の放給が何時になりますかいつ帰ってくるか楽しみです今日朝3時の天気図です昨日予報が出ていた天気図とほぼ同じですね東北地方に中心を持つ移動性の高気圧が徐々に徐々に覆ってくると太平洋には 前線を伴った低気圧があると、低気圧の方は日本から少しずつ離れる方向に動いてますので。この低気圧の影響は、さほど大きくはなさそうです。東京西区連盟の三沢六百キロ築名品レース。六時五十分に放給を行いました。今回の放給は、東京多摩地区連盟、東京中地区連盟、それと。 神奈川の連盟合計4連盟による同時放棄、東京神奈川に向かって鳩が一段に帰ったということを聞いています放給地から飛管地にかけて東北地方に関しては雨雲レーダーでは雨雲を確認することができません良さそうな空模様です7時から8時の雨出すによる日照時間です放給地から 岩手県、宮城県、ここは晴れの空になってますあとはこの晴れの空を飛んでくると思います7時の風向きです東北地方、特に強い風が吹いているところは見当たりません8時現在の風向きです先ほどの7時の時と同じような感触の風ですあとは風の影響を受けずに東京を向かって飛翔できると思います 12時から3時の間の天気分布予想です関東平野を見ますと曇っているところと晴れているところ全体的には晴れたり曇ったりという感じの天気分布になってます3時から6時の天気分布予想です雲の量は少し増えてきたようですまた西から雨雲が接近していますしかし今日の日没までは天気は 持ってくれそうです夕方ギリギリまで鳩が帰ってくるということで待ちたいと思います本日もこのブログにご指摘ありがとうございました今日の天候から夕方には鳩の姿を見れるんじゃないかなと思ってます機関風景は夜 YouTube にアップデートしますのでそちらの方もご覧いただければ幸いです帰ってこなかったらダメですけども帰ってきてくれるかなはいそんなことです また次回もお越しいただくよろしくお願いします。失礼します。